ドッグ。今井麻美のシンガーソングゲーマー。皆さんこんにちは、今井麻美の SSG241 回目でございます。そしていや今日はいろいろな拍手の準備をしなければいけません。そうなんです、ついに私たちの時間軸でも私のアルバムが発売されました。イエイ。いやありがとうございます。ささやかなるこう拍手に今なってますけれどもね、皆さんに伝わったでしょうか。いやもうなんかね、制作期間に入ってからこう出来上がってから自分の中で完成してからしばらく経っている気がしているので、そんなこともないんですけどね、原品いただいてからはまあ大体 2,3 週間って感じなんです。2週間ぐらいかなだったんではありますが、こう皆さんのお手元にね今届いているというふうに聞いておりますので、ぜひ番組宛てにどん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 、感想なんかとか何が気に入ったよとか、ここに誤植があったよとかありましたらですねないと信じたいですが、はい、ぜひ感想なんか送ってきてください。まだちょっとこちらに届いていない状態になりますけれどもね。そしてライブ 5PB、 そして大谷資料館でのアコースティックライブ終了しました。皆さん楽しんでいただけましたか。早速こんなメールが届いてます。ハンドルネーム一匹ひとりさんからいただきました。アコースティックライブ2013 in 大谷資料館の感想一言。白い息を吐きながら魂を込めて歌い上げる今井さん、超凛々しくて素敵でした、以上と。そしてどさんこにはあのぐらいの寒さなんともないもんね、かっこ虚勢といただきました。北海道出身の方なんですかね。いや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 、一言私からも言わせてください。なんかごめんね。あんなに寒いとは、私たちスタッフ含めて全員想定外ではあったんですよ。11月の末ぐらいの気温ってどんな感じですかみたいなのは結構そこの資料館の方とかにも聞いたりとか、どういう服装がベストですかねみたいな話を伺ってた時に、まあ皆さんにはね寒いのであったかい格好してきてくださいねとお客様たちにはアナウンスしてたんですけれども、やっぱりステージでこうモコモコで歌うのも演奏するのもどうかなということで、まあ今回女性ばっかりのステージでもありましたので、女はやっぱねこう度胸じゃないですけども強さを見せつけるべきだということで、寒さを吹き飛ばして頑張ろうってことで見た目重視の衣装をね衣装さんに用意してもらったわけですよ。そしたら衣装さんの計算間違いだったのか、思ったより気温が低かったのかわからないんですが、最初は平気だったんですよね。6曲ぐらいかな、真ん中のインスト前まではそこまで寒さを寒くて歌えないなんて思わなかったんですけども、ある曲を境に突然気温がドンって下がった気がして、えっ嘘って内心思いながら歌ってたんですけれどもね。でも皆さん聞いてる皆さんも動かないでやっているので、私たちなんかはもうなんかある意味アドレナリン出まくっていたところもあったのでね、寒さをある程度忘れられることもできたんですが、見てくださってる方もきっと寒かったと思います。お風邪を召された方もいらっしゃるんじゃないかと思ってちょっとね心配もしているんですが、ただなんかそれを吹き飛ばすぐらいすごくすごく楽しいライブになったななんて思ってます。で今回本当にいろんな感想届いてるのでね、この後にもたっぷり紹介していきたいと思うんですが、いやあとライブ 5PB もね面白かったですね。今回私初めて他のアーティストさんとコラボというのをやらせていただいたんですが、今回はあやねちゃんとねシュタインズゲート領域のデジャブのオープニングテーマを2人で歌わせていただくということで、2人してパッと出てきた時に、あれ糸かなさんじゃなくて、あれミンゴスとあやねちゃんじゃんみたいな風にね思ってくださった方がたくさんいらっしゃったということだったのでね、いやいやありがたやありがたやでございまして、とっても気持ちよく歌うことができました。それからね私はソロで、星屑のリングとそれから、発売されたばっかりのアルバムのこの雲の果てを歌わせていただいたんですけれども、いや気持ちよかったですね。とても楽しい時間を過ごすことができました。いらっしゃった皆さん本当にね長い時間になったんですけれどもね、最後まで、笑顔いっぱいこう私たちに投げかけてくださってありがとうございます。いやいやライブってやっぱ楽しいっすね。もう大谷資料館の信じられないほどの寒さっていうのがこう乗り越えてみると笑い話になるというか、正直ね途中
このまま私は凍死してしまうんじゃないかって思う瞬間とかもあったんですが、もともと私すごく寒さに弱い人種なものですから、もうね寒いぐらいだったらめちゃくちゃ暑いを取る人間なので、ただそういう環境の中でも最後まで歌い切ることができたっていうのは自分の中でもすごく成長につながったかななんていうふうに思ってます。さあ、じゃあ本当たくさんメールいただいてるので、そちらのコーナーたっぷり時間取ってということで、早速今日はですね次のコーナー行っちゃいたいと思います。それでは次のコーナー行く前に CM です。どうぞ。今井麻美の4枚目のアルバム「この雲の果て」が好評発売中です。シングル未発表曲2曲、アルバム用新曲3曲を含む全13曲を収録。ブルーレイ付き数量限定版、 DVD 付き版にはこの雲の果てミュージックビデオも収録されています。皆さんぜひ聴いてみてくださいね。今井麻美初のミュージックビデオ集、今井麻美ミュージックビデオコレクション2009-2012、ストロベリー甘く切ない涙からリミテッドラブまでのDVD 付き限定版シングルに収録されたミュージックビデオはもちろん、アルバム用に制作したカラーサンクチュアリ、アロマオブハピネス、プレシャスサウンズ、風が残していったなど、アーティストデビューをしてから4年間にリリースした楽曲の全ミュージックビデオを1枚に収録。今井麻美による紹介ムービーやオーディオコメンタリー、 CM 映像やゲームコープスパーティーのオープニングムービーなども収録です。好評発売中です。ファミセン。このコーナーはファミツー .com 編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す私今井麻美が実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の指令書に書いてあったゲームはバンダイナムコゲームさんから発売中のプレイステーションポータブル、プレイステーションビータ用ソフト、ゴッドイーター2ということで、私こう今回ゴッドイーター2初めて触らせていただいたんですけども、操作性もすごくね、前作からとても快適にこう操作がやりやすいなというふうに思ってたんですが、よりすごく操作がこうサクサクできるなというふうに感じましたね。そして今回はなんと三川氏の妻お嫁さんって言いそうになりましたけども、お嫁様がですね、みおめが先生として私を手取り足取り教えてくださったということで、みおめのね、私のプレイしている画面の端々で見受けられるみおめの素晴らしい動きっていうのがね、チラチラ見えてたのが皆さんの参考になったんじゃないかななんて思うんですけれども、はい、どんなゲームかというのを改めてご紹介させていただきますね。人気マルチプレイアクションゲームのシリーズ最新作ということで、好きな攻撃アクションが多彩な必殺技へと進化していくブラッドアーツや、様々な新キャラクターとのエピソードなどもふんだんに追加され、全面的に大幅な進化を遂げたゲームということで、公式が表記するジャンルとしてはドラマティック討伐アクションとなっております。確かになんかやっぱドラマティックだなというふうにはプレイしてても感じましたね。で、今回はね、こう討伐しているところを皆さんにご覧いただいたんですけれども、ドラマ性もすごく練り込んであるということで、シナリオも魅力だそうです。ちょっと私はまだそこまで進めていないので、これからゴッドイーター2の世界をですね堪能していきたいななんて思っているんですけれども、ミヨメは一人でプレイしてますよなんて言ってましたけれども、一人プレイの時のミッションも他の仲間たちをコンピューターが操ってくれて共に行動してくれるので、常にマルチプレイをしているような感覚が楽しめるんですね。これはもう前作からの引き続きということなんですけれども、やっぱり仲間がねいると心強いですよね。そしてね、やっぱキャラがなんといっても可愛い。これはね、私にとってみればやっぱすごい魅力だなって思いますよね。すごくいっぱい喋ってくれるのもありますし、お洋服とかもとっても可愛いし、こうなんだろうな、いろんなカラフルなねお洋服とか着てる子たちが端々にいるだけでもすごく高揚感があるというか、とってもキャラクター作りにこう力を入れてらっしゃるなっていうのをすごく感じることができるゲームですよね。で、もともとハイスピードのアクションで剣タイプの接近武器とか銃タイプの遠隔武器を切り替えたりとかジャンプできたりという部分が特徴的だったんですけれども、今回
あのミオメが紹介してくれたブラッドアーツというのが加わって、さらにそこが強化されて、あのコンボ的なものがこうつながっていくんですけども、それがまたねよりいろんな多彩な技が出せるようになったということで、ミオメがこれが見せたいんです、見せたいんですって言ってくれてたんですけども、残念ながらミオちゃんが作ってくれた私のまだ猫耳ミンゴスがまだまだ弱っちくてですね、なかなかそのブラッドアーツがお見せできなかったのがねとても残念でありますが、ミオメのねサガというキャラクターはたくさんねブラッドアーツをこう発揮してましたが、操作してるのが私だったりしてる場合はあまりあのかっこよくできてなくて、とても申し訳ないと思っているので、これから私もがっつりと勉強していきたいなと思いました。で、今回私がプレイしたのはプレイステーションビータ TV というのをつないでですね、あのビータのこうゲームなんですけれども、ビータのゲームを家のテレビで遊ぶための新ハードということで、びっくりしたんですけどめちゃくちゃコンパクトでちっちゃいんですよね。いわゆる本当にあのスマホぐらいの大きさだと思っていただければいいんですけども、私はてっきりあのビータ TV でやりますよって言われた時に、まあ据え置きぐらいの大きさがあるのかなーなんて思ってたんですけども、とんでもないです。もう本当にカードタイプと言ってもいいぐらいのコンパクトさで、それで遊べるということで、あの全てのビータソフトが対応しているわけではねないんですけれども、ほらあのビータだとタッチ操作とか後ろをねサワサワする操作があったりとかするので、そういったゲームはちょっとあの対応していないということなんですけれども、こちら対応しているゲームもたくさんあるということなのでね、外出時はビータで遊んでお家では大画面で遊ぶっていったことができるということなので、やっぱりあのこういうこうアクションゲームとかってほんと隅々まで作り込んであるし、あの普段こう小さい画面で見てると気づかなかったところとかも大きい画面でプレイしてるとこう気づいたりすることもたくさんあったりするので、あ、何々が落ちてるぞとか、仲間が今ピンチに陥ってるぞっていうのが画面の端でパッと見えたりとかするので、やっぱり大きい画面で遊ぶメリットっていうのもたくさんあるんじゃないかなって思うので、ぜひね両方ちょっと試してみるのもありなんじゃないかなっていうふうに思いました。私もこれビーターで普段遊んだりとかしているので欲しいなってすっごい思いました。で、あのゴッドイーター、本当にあの私の周りでも本当に若い子から私の周りの友達とかもすごくハマって遊んでる子もたくさんいるんですけれども、まだ遊んでないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。私もゴッドイーター2今回初めて触ったんですけれども、なんとすでにゲームは発売されてはいるんですが、現在序盤が丸ごと体験版となって配信中なんですって。これかなりお得ですよね。なのであのまだちょっと どんなゲームか気になってるんだけれども、プレイしたことないんだよなって方はこれおすすめだと思います。あの製品版ともマルチプレイ可能で、データを製品版に引き継ぐこともできるということなので、今回ね私が遊んでたのも見て、あ、ゴッドイーターちょっとやってみようかななんて方は、まずは体験版からこうダウンロードして遊んでみるっていうのはおすすめでございます。やっぱね音楽もいいですね。はい、というわけで今回ご紹介したゲームはバンダイナムコゲームさんから発売中のプレイステーションポータブルプレイステーションビータ用ソフトゴッドイーター2でございます。あのこうサウンドトラック的な CD も発売されてるのかなってツイッターですごくよくしていただいている方のツイッターで見たぞはい、ということなので皆さんもぜひチェックしてみてください。それではそろそろ来週の指令書を開封したいと思います。指令書、ミンゴさん、こんにちは。こんにちは。12月に入り、間もなくクリスマス、お正月とパーティー的な季節になりましたね。みんなが集まって遊ぶのに最適なものといえば、マリオですよね。というわけで次回取り上げるのは、スーパーマリオ 3D ワールド、Wii U で4人で遊べるマリオの最新作です。それでは頑張ってね、謎の司令官、ミオさんよりといただきました。おー、楽しみだな。どんな風なゲームになってるんでしょうか。それでは来週のゲームは、スーパーマリオ 3D ワールドに大決定。以上、ファミセンのコーナーでした。ミンゴスだよ、お便りコーナー。さあさあさあ、アコースティックライブの感想たくさん来てますね。あの時間の許す限り今日は読んでいきたいと思います。まずはこちら、ハンドルネームせつにゃんさんです。ありがとう。ふつおた、ありがとうございます
今井さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日大谷資料館さんで行われたアコースティックライブ、お疲れ様でした。大谷資料館に見学することや、そういった場所でのライブと初めてなことが多かったのですが、地下採石場に入るとなんだか不思議な空気を肌で感じてしまいました。地下採石場を様々な色の光で照らす中、新メンバーも入ったプラス A 女子部の皆さんで紡がれる音、今井さんの力強く優しい歌声が乗って会場全体に反響する様は、見て聞いてお客さんの皆さんも楽しめたと思います。その中でも花の咲く場所の一番をマイクを使わずにアカペラで歌われた時は、一滴の雫で波紋が広がるように静寂に響き渡り、とても幻想的で言葉に表せない感情を感じて、終わった後寒さを忘れるほどでした。ありがとうございます。そう言ってもらえるとなんかほっとします。本当に皆さん寒い思いをさせちゃったからずっと気になってました。またこういった場所でのライブがありましたら行きたいと思わせていただきましたよ。本当に寒い中お疲れ様でした。お体にお気をつけてくださいといただきました。ありがとう。いやいやいや、プラス A 女子部いいですね。なんか響きがそこかよみたいな女子十二学部的な雰囲気が今ね感じ取れましたけれども、いや女子の演奏チームのみんなは本当に頑張ってくれましたね。私ももちろん寒かったんですけれども、あの演奏チームのみんななんかは特にね、あのやっぱ指先も冷えてしまうのに、そこをやっぱ根性で弾いてくれたっていうのはとってもとってもありがたいことだというふうに感じてます。今回あのうちのマネージャーが本番中の様子を、まあ、私が後でどんなだったかすぐ見れるようにって言ってね、私の iPhone で何曲か撮ってくれてたんですよね。でそれを見てね、自分が想像していた以上に自分がちゃんと歌になっていたことに私はすごく驚いたんですよ。もうなんて表現していいか分かんないんですけれども、やっぱりこうつんざくような寒さっていうのを、もう本当肌がこうピリピリと切り裂かれるような寒さをすごく感じているのもあって、もういつもとのライブとはもう全く違う感覚をすごく感じてたんですね、私も。なので歌っている時にも、いつもだったらこうどんなこの時はこんなパフォーマンスがしたいなってふんわり思ってたものをふわっと出したりとかしたりとかしてるんですけど、もうなんていうんだ、1秒前と1秒先のことはもうわからない、今その歌っているその一瞬だけが真実みたいな、そんな感覚にすごくなっていて研ぎ澄まされていたような気がします。でも演奏メンバーもきっとそうだったんじゃないかなっていうのは、そのちょこっと撮っていただいた映像を見た時にすごく思いました。あのみんなやっぱプロの方なので、いつもキリッと演奏はされてるんですけれども、それでもどっちかっていうとやっぱり私のところに集まってくださってる皆さんなんで、こうふわっとしたあの感じの子が多いんですけど、なんでしょうね、こんなに鬼神のように弾くタマちゃんとか、うん、こうグググッと入り込んでるエミちゃんとかっていうのは、まあ割とエミちゃんの場合は笑顔がいつもねトレードマークだったりしてるので、こうグワッとこうみんなが一気に入り込むことで音楽を作り出そうっていうのをすごく感じて、うん、それが私もそれにうまくシンクロして乗っかって歌えていたんじゃないかなっていうのは後から映像を見て思いました。正直自信はなかったんですけどね、全部終わった後もまだなんかも物足りないというか、これでは皆さん満足してくれてないんじゃないかって思っちゃう、あと10曲ぐらい歌わせてほしい、でもそしたらみんな凍えて死んじゃうみたいなトークの中でも言ってたんですけど、これ以上やるとステージ上にまず7体の死体が転がることになるっていうでだんだんとバタバタときっと倒れていくだろうみたいな話をしてね、コープスパーティーじゃないですけど一人一人なんかこう消えていくんじゃなかろうかみたいな話もして、それが冗談じゃないなっていうぐらいのね寒さだったんですけれども、本当にあの私たちの五感以上のものを引き出してくれたのがやっぱりこの大谷資料館という特別な会場だったんじゃないかなって思いました。やっぱり私たち表現者なので、そういう、こう周りから来る空気感っていうのを一気に自分の中に取り込んでブワッと出すっていうのをなんか各々感じてたような気がします。なので終わった後のみんなの頼もしさとか、演奏チームの頼もしさとか、最年少のねベースのあずさちゃんとかはやっぱりみやみやのお弟子さんなんですけど、まだまだ未熟なところがあるからよろしく頼むねなんていうふうにみやみやからは言われていたんですけれども、本当に終わった後の
表情が生き生きとしてて、もっとやりたいですっていう風にね言ってたのがとってもとっても印象的で、そこにいたメンバー全員が口を揃えて言ってたのが、私どの現場に行ってももう泣き言言いませんって言ってたのがねリアルって思いましたね。でも私もだと思います。もうでもあの瞬間出せたものっていうのは二度と再現することはきっとできないと思うので、うん、あの空間に来ていただいた方、寒い中ね最後までいてくださった方、中にはねあの風邪をひかれてしまった方もいると思うんですよね。ただあの瞬間はもう二度とできないので、一緒に分かち合うことができて本当に良かったなと思いました。ありがとうございます。じゃ次メール紹介しますね。こちらハンドルネームふにょふにょさんです。ありがとう。大谷資料館すごいですね。ライブ前に会場内に入ってみたら RPG のダンジョンみたいで、違うイベントに来てしまったのではないかと思ってしまいました。私も、ライブでは今井さんの歌声が会場内に響いて、普段のライブとはまた違った音が聞けてとても良かったです。自分は会場内のほぼ最後尾にいたので、なおさらすごいと感じました。会場内は縦に広い空間でしたが、今井さんとの距離は遠いけれどもすごく近く感じられて不思議な感覚だったんです。そうなんだ。いやでもすごくね、今回あのちょっと変わったステージで、あの私たちのステージの方が上にあって傾斜になってて、皆さんの方がだんだん下になっていくっていうちょっと変わったステージになっていたので、すごく私オープニングからずっと気にはしてたじゃないですか。皆さん見えてますかなんて言ったりとかして、でも多分見えてなかった方もたくさんいらっしゃったんだとは思うんですよね。あの知り合いの方が見に来てくださったんですけれども、僕のいたところからはあの今井さんの髪飾りしか見えなかったけど、その分歌に集中できてすごく素敵でしたよって言ってくださったりとかしていたので、そういった方もね中には多かったと思うんですけれども、その分絶対に歌は届けようっていうのをすごく思ったので、今までで人生で多分一番すごく歌声というものに集中力を削いで歌ったような気がします。届いていたら嬉しいなって思いながら歌ってたんですけど、目を閉じて聴いていただいても楽しんでいただけるライブにしたつもりなんですけれども、でそういう風に感じてくださったという風に思ってもいいんでしょうか。そしてやはり一緒でみんなで合唱すると楽しかったです。この時は寒さも吹き飛ぶ楽しさでしたよと。舞台もわずかにライトアップされている感じが神秘的でとても綺麗でした。そうなんですよね。なんか光光と照らすっていうよりかは、本当にあの現場を生かしたライティングを照明さんが作ってくださっていて、もうそれがまた私も後で写真とか映像とかで見て、なんて美しいんだろうっていう風にねすごくすごく思いました。ただただ照明の光をバシバシ当てて、照明の光で美しく見せるのではなくて、その会場の見せるこう影だったりとか、こうデコボコ感だったりとかっていうのを活かしながらね、私たちを照らしてくれているっていうのをすごく感じたので、皆さんから見たら相当綺麗だったんじゃないかななんて思ってるんですけど、いかがだったんでしょうか。私もね客席側から見たくてね、なんかあの本当無理を承知で客席側に降りればよかったっていうのをね後から思っちゃうぐらいすごかったんだろうな。だって私はね降りれないから経験できないんだもんって思って、みんないいなって思いましたはい。そしてアスタラビスタで出だしの会場の奥がライトアップされた瞬間に思わずおーっと口に出してしまいましたよということで、アスタラビスタマネージャーがね、あの私たちの後ろから客席を取る形で取ってくれてたんですけれども、すごいびっくりしたのが、こう曲に合わせて照明さんがパッパッパッと照明を変えてくださってたんですよね。もうそれどころじゃなかったから私全然気づいてなくてもう歌に一生懸命で、もう表現するぞっていうのにね注力していたもので、こんな風になってたんだと思って、私もいつかこのライブ見たいって思いましたね。叶う日は来るのだろうか。それはじゃあ原さんに歌っていただいて私見に行こうかなそれなら私客席から見れるもんねいやただとても寒いので、次の衣装さんに伝えておきますね。演奏家の方も演奏に支障がない程度の厚着で演奏しよう、もしくは春か夏、いや夏やったら楽しいでしょうね。
なんか夏も涼しいんですって、あの 中がもう洞窟になっているから気持ちいいんですよなんていう風に資料館の方もおっしゃってたのでね、また夏にあの改めて遊びに行きたいなっていう風に思いました。さあ次読みましょう。カノッサーアットマーク DD さんからです。ありがとう。すごく心に残る素敵なアコースティックライブでしたので、これはメールに書かなくてはと思い帰宅後すぐに書いております。バスを降りてからまず素晴らしい景色に脱帽して、かといえば物販を買いに大谷資料館に入った瞬間に想像の遥か上を行く神秘的な空間、いや恐るべし大谷資料館と言わさしめる圧倒的な存在感を確認したところで、一体この会場でミンゴスが歌ったらどんな化学反応が起こるのだろうと期待に胸を膨らませていました。そして公開リハーサルが始まり、かっこ笑い。いよいよ本番です。素晴らしいの一言で表せない感動を得ました。ありがとうございます。神秘的な空間で美しい照明と弦楽器、そしてピアノギターなどが奏でる、素晴らしい旋律と、ミンゴスの歌声が合わさった上に冬の透き通る空気感が良いスパイスとなり、本当にすごいステージを見れて幸せだなと改めて思いました。ここで心配なことが、なんと自分は寒いと鼻がムズムズしてすぐにくしゃみをしてしまう癖があるんです。自分はプラス A パーカーにダウンジャケット、ニット帽のフル装備でも寒かったので特に心配になってしまいました。今回は立ち見の2列目ぐらいにいたので、ミンゴスの息が白くなっていたのが見えて本当に寒いと確信しました。アコースティックライブの独特な静寂感、あんなにたくさんの人がいるのに全く音がなくて本当の静寂、ここでもし自分がくしゃみをしてしまったら全てが台無しになると内心ビクビクしていました。わかる、私も。しかし蓋を開けてみればミンゴス MC が通常営業だったのと、全員で一緒やカラさん歌ったりであっという間に時間が過ぎて無事に終えることができました。いやー本当にくしゃみが出なくてよかったです。わかるわ。でもね、何人かね中にいらっしゃったんですよ。私が、決め顔をしてる時に、咳が出そうになっちゃった。やっぱ本当に寒かったので、どうしてもむせて、息をふすっと吸っちゃうと、むせちゃったりするんですよね、普通に。でも私とかは気をつけていたので、歌う時にもすごく気をつけてたんですけども、ふとした瞬間にふっと吸っちゃったりとかすると、ゴホってなっちゃった方とかもいらっしゃってね、それが、もう、全身からすいませんってオーラを出してくださるのを見て、私もなんだかごめんねって思って、そうだよねって思いながらね、なんか申し訳ないなって思いながらね、すごく我慢してくださってるのを感じたりもしていたのでね、本当に本当にみんなが協力してくれたからこそ成り立ったライブ会場だったなというふうにはすごく感じますよね。いやでも本当ね、狙ってあの寒さにしたわけじゃないっていうことを改めて伝えたいんです。前の日の晩はそこまで寒くなかったと私は思ったんですよね。ライブ 5PB が終わってすぐにもう栃木の方に足を運んだんですけれども、着いたらもう深夜だったんですが、それ確かに東京よりは寒かったんですが、そこまでのいてつくような寒さっていうのはやっぱり感じなかったので、あ、これならいけるかなというふうに私は思っていたんですね。ただやっぱ本当に確かライブが始まって1時間ぐらいして突然ドンと気温が下がって、翌日栃木の方も雨が降ったりとか、東京の方も結構天候が荒れたりとかして、全体的に日本全部がこう気温が翌日からドンって下がったので、まあそれも影響してるのかななんていう風にはね、私的には個人的にはすごく感じたんですけれども、いやーね、あそこまでの寒さになるっていうのは予想外だったんです。なのでみんなをね、極寒の地に招こうとしたわけではなかったのよってことを改めて重ねてお伝えしたい。次、ハンドルネームためぞうさんです。ありがとう。7度という寒さの中、なんか7度とか6度とか5度とか言ってる人がいてね、ほんと何度かもう分かんなくて、感覚的には私氷点下だったんですけどね、どうだったんでしょうか。白い息を吐きながら男女を思わせる空間で歌う今井さんの姿は本当にミステリアスで独特の世界に引き込まれてしまいました。特にたまちゃんのピアノとのこの雲の果てでは背筋がゾクッとしましたが、これはおそらく寒さのせいではないと思いますと。いやそう言っていただけるとすごい嬉しいですね。私もマネージャーが撮ってくれてたのが前半の曲を結構撮ってくれてたんですね、確認用にということで、で何曲か撮ってる中でこの雲の果ての映像、私
すごく気に入ってしまって、家に帰ってからも何度も何度も iPhone を再生してしまうぐらい、私こんな風に歌っててたまちゃんとこんな風にセッションしてこんな空気感を作り出していたんだと思ったら、自分とは思えなくてね、なかなかその感覚って味わうことって難しいんですけど、やっぱりどこまで行っても自分が歌っているので、私なんかはどこまで行っても恥ずかしいんですよ。情けないなとか、まだまだだなとか、もっとこんな風にしたいなとか、もちろんねまだまだの部分は今回のこう映像の中にもあったんですけど、私が今まで想像していた以上のこの雲の果てを表現できていた気がしたんです。想像をはるかに超えた、困難を乗り越えた先の美しさみたいなものをその歌の中から自分で感じることができて、なかなかそういう経験ってできることはないので、やっぱりあの会場が私をそういう風に導いてくれて、たまちゃんの演奏がそういう風に引っ張ってくれたんだなっていう風には思いましたよね。たまちゃんの演奏もやっぱり東京でリハースタジオでやってる時とも全く音色も何もかもが違うように感じられて、こういったことで私たちって一つずつ成長していけるのかなっていうふうに思えたので、またまあちょっとこの寒さはもうちょっとしばらく大丈夫ですって感じなんですけどもう一回って言われたら勘弁ごめんって思うんですけど、またこういう変わった場所というか、自分の人知を超えた、本当に自分の能力を超えたものを引き出してくれる場所っていうところでライブができたらいいなっていうふうには本当に心から思うことができた瞬間でしたね。いや本当あまりにも嬉しくて、その iPhone の映像あの SSG のスタッフにも渡しちゃいましたから、見て見て聞いて聞いて、その場にいたがなみたいな、取材にね来てくれてたから、あのまたその記事の方もね上がると思うんですけれども、本当寒い中来てくださって、カメラマンの小森さんはね大風邪ひかれちゃって本当申し訳ないはい、というわけでね、いやーなんか自画自賛するのも恥ずかしいんですけれどもね、素晴らしい空間が作り出せたんじゃないかなとは思ってます。続きましてさくれさんです。ありがとう。先日の大谷資料館でのライブ本当にお疲れ様でした。物販で並んでいた時は想像していたより寒くなかったので、これなら大丈夫だななんて考えていましたが、ライブ中だんだん寒くなり、やっぱり私だけじゃないんだそう思ったのは、後半は震えっぱなしでした。ごめんね防寒していた私で寒かったので、薄着の衣装だったミンゴスやプラス A のメンバーが心配で心配でたまりませんでした。いやそんな本当ごめんね。あの背中に貼ってた北海道が見えててちょっと恥ずかしかったですけれどもね、あの私一番薄着だったんですよね。あの天下のヒートテック様でもやはりヒートテック様とスケスケのワンピースだけじゃ足りないなって思いました。ヒートテック様の上にもう一枚着ないとダメだなっていうのはね本当に思います。でもヒートテック様がなかったら私多分ねのたれ死んでたと思うのでね、やっぱりねユニクロさんはすごいですよ、本当に神だって思いました。いやでも本当にライブとても良かったです。ライブ終了後仲良くなった人たち、私を混ぜて4人と一緒に帰ろうとしていて、いやーバスは混んでるから割り勘でタクシーで帰りますかなんて会話をしていたら、隣にいた人が、あ僕車で来ているのでよろしければ4人までなら車で駅に送りますよと声をかけてくれました。駅に着くと乗せてくれた彼はすぐに帰ってしまいましたが、同席した人に今の人はどなたかの知り合いなんですかと問いかけたところ、なんと誰も知らない人だと判明しました。マジでライブを通して様々な人との出会いも楽しみの一つですよね。また彼とはゆっくりお話できたらいいなと思っています。もう12月も近くなりめっきり冷え込んできましたね。皆さんお体に気をつけてくださいねと。いやー素敵素敵、ありがとう。もう本当にみんな紳士で嬉しい。やっぱなんかミンゴスのライブに来るとみんな紳士だなみたいな話を聞くと本当誇らしいんで、ありがとね。あのさくりさんを乗せてくださったどなたか、そしてねあのそこで知り合った方々、他にもなんかそういうお話とか結構メールでたくさんいただいているので、やっぱ嬉しいですよね。あとこんなのも来てます。はじめまして、ルリクリと申します。今井さんのライブは今回初参加でした。ライブ、あの採掘場という特殊な空間と低い天井、低かったかな、すごく高く感じたけど今井さんのマイクを通さない声が響くあの空間、楽器の音が透き通るように響くあの空間に入れて本当に良かったです。
と思えるとても素敵なライブだったと思います。寒さを除いてはですよね、素直。ライブが終了した後、思い思いに退場しつつ、ある時ふと物販で購入した首に巻いていたライブタオルがないことに気がつきました。はぁ、楽しかった気分が一転、せっかく記念にと買ったのにとがっかりした瞬間、退場している列のはるか後ろの方から、ライブタオル落とした人いますかと呼びかけがありました。はっと思い、ないと気がついて5秒も経たないうちに、私の落としてしまったライブタオルを拾ってもらえたんです。そうすると向こうから投げるよという声とともに、ライブに参加した皆さんのタオルリレーでだんだんと私の元に戻ってくるライブタオル。私は使わないだろうと思いつつ、持って行っていた、サインライトを振ってアピールをして、僕がここですよというふうにアピールをして戻ってくるタオルをお迎えしました。一瞬の出来事ではあったのですが、がっかりしてその直後に楽しかった気分を失って失意で帰宅するところだったところを、あの会場にいた皆さんにとても救われました。そして私の手元に戻った瞬間に、会場全体で拍手が湧き上がり、恥ずかしい反面すごく嬉しかった。知らなかった。私もその時にはもうね、なんか読まい事を結構喋りながら帰ってたんですよね。聞こえてた方は聞こえてたと思うんですけれども、なんか私が退場する姿も丸見えだったのもあってね、適当にペラペラ喋りながらね書いてたんですけど、その後なのかもしれないですね。へえ、いやー、すごく嬉しかったですと、恥ずかしかったですが嬉しかったです。災い転じてとは言いますが、まさにそんな感じでした。拾っていただいた方はなんとかツイッターで見つけることができ、お礼を言うことができて一安心といったところでしたと。いや、嬉しいですね。今回タオルを拾ってくれたアジサイさん、そしてタオルのリレーをしてくださった方、見守ってくださった方、拍手をしてくださった方、本当にありがとうございました。嬉しいです。なんか今後もね、私のライブでこんな素敵な人に出会いましたよなんていう話をね、聞ければ聞けるほど嬉しいですよね。ミンゴスのライブに行ったらひどい目に遭ったおなんて言われたら、なんかわかんないけどミンゴス土下座するぼっていう気分になっちゃいますからね。いや、本当に皆さんが来て、そういった皆さんが来てくださるから、私も思い切っていろんなところでライブができたりとか、やっぱりライブをするってすごく、実は結構何度もやってるからもうミンゴス慣れっこだろうって思うかもしれないんですけど、毎回毎回すごく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 怖いんですよ。それこそね、浜田さんもそうですし、うちのライブスタッフとかは結構前のめりゴーゴー系の方が多くて、誰が一番こう割と身長を測っていったら、もう私になるんですよね。私一人身長派で、皆さんいやいやゴーゴーだからこそ、次なんかゼップダイバーシティ東京なんて スーパーでかいとこ取っちゃって大丈夫かよって、今でも私心臓バクバクしてるんですけれども、そういったこうチャレンジにできるのも本当にこういった皆さんが来てくださるからだなと思っておりますので、今後ともぜひ、まだまだ拙い私ではありますけれども、皆さん支えていただければと思います。本当ありがとうございます。本当嬉しいです。いや、幸せです。私幸せ者です。だからまた次のライブも頑張ろうっていう風に思いますね。続きまして、タンタンさんです。餃子エンジェルさん、 SSG スタッフの皆さんこんばんは。今回初の遠征ということで電車で2時間かけて向かいましたよ。でもすごくすごく神秘的なところで、ミンゴスの歌はやっぱり神秘的な場所でも素晴らしいものだと実感いたしました。そんな楽しいんだライブの帰りはすごい満員のバスでした。みんなミンゴスファンばっかりで、そりゃそうだよね。停留所では市民の方が乗れなかったりと申し訳なかったのですが、あー、そっか、ごめんなさいね。なんかやっぱり特別バスみたいなのを出すべきだったのかもしれないですね。なんかまだ私たちもよく分かっていなくて、なんかそういったところはなんかいろんな方にご迷惑をかけたのかもしれませんが、ご協力いただいたということでありがとうございます。人口密度がすごかったためにバスの窓が皆さんの熱気で曇っていきました。そんな時に運転手さんに言われた一言が、あー、すいません、窓が曇っているので誰どなたか拭いていただいてもよろしいですかと。これにはびっくり、人生初バスの窓拭き係になりました。初遠征でのいい思い出になりましたよ。それではありがとう、タンタンさん。へえ、そっか。なんかね、私も初めて今回ライブ会場に行った時に、あ、こんなとこなんだなっていうのを感じたのでね、でも本当にいいところだったので、またね、あったかい時期にもう一回やりたいなと本当に心から思っております。タロトさん、
アコースティックライブ参加しました。私は最高列あたりで見させていただきましたよ。大谷資料館のステージは後ろの方へ向かって放射状になっているため、離れて聞くと音が反響して幻想的に聞こえて、普段と違い広がってから包まれるような雰囲気を味わえ、へえそうなんだ、音色に飲み込まれるような気がしました。うわー、それはじゃあある意味前の方で聞いてる人とは全く違う音で聞こえてたかもしれないね。それは特務をしてるかもしれない。自然の見せるこう音っていうのを直に味わうことができたのは、ひょっとしたら後ろの方だったのかもしれないですね。いやー、もう一つ後ろから ならではの気がついたことなのですが、今井さんの後ろからの照明によって影が天井に映し出されて、今井さんが大きくなっている、いやさらに遠い存在へなどと感慨深くなって涙が止まらなくなってしまいました。嘘でしょ、なんか違う気がするけど、そっか、おうあ、でもそうだろうね、こうなんて言うんだろう、私が10倍ぐらいには大きくなったりした瞬間もきっとライトの感じではあったりもしたとは思うから、そっか、大きな存在でそんなことない、いつでも近くにいるよ特に私のあの発売記念イベントは近すぎてみんな引くよ引くことはないから引いてないと信じたい初参加のアコースティックライブはとても思い出深いものとなりましたが、次回は過ごしやすい環境でのびのびと開催できることを心待ちにしておりますもうみんな素直なんだから。続きましてリュウさんです。アコースティックライブ行きましたよと、最後の曲の後カラーサンクチュアリにみんなを誘ってくれたことすごく嬉しかったです。ファーストライブの終わりに会場のみんなで声を合わせたあの時のことを思い出しました。幸せな時間ありがとうございました。そうなんですよね、今回完全なるアドリブで、あのアンコールの最後の曲がカラーサンクチュアリだったんですけど、やっぱりさっきも言ったようにちょっと自分の中では物足りなく感じていたというか、なんか私ちゃんと歌えてたって思いが強かったので、こう もう一個と思ってカラーサンクチュアリのサビをね、アカペラで私が一緒に歌って、みんなも一緒にって言って誘って歌ったんですけど、予定外だったので一番バンドメンバーが動揺するっていうね、後ろでおミンゴスどうした、私は弾いたらいいのかいって顔してたらしいっていうのを後から聞いたんですけれども、でも大合唱になってね、すごくすごく楽しかったです。そうか、ファーストライブのこと思い出してくれたんだね、ありがとう。でファーストライブは映像とかにもなってないですかね、音源はねちょこっとなってますけれども、なのでそっか、そう言っていただけるとなんかとっさに歌ったのが良かったかななんて思ってますけれども、先日ポール・マッカートニーのライブに行ったと自慢していた父に、こっちも負けてないからとばかりにライブ会場近辺の画像などを写真を送ってみると、父から神殿みたいだねと返信が、こういう場所好きな人なのかと父から聞かれました。そうですね、好きですお父様に好きですとお伝えください。そんな神殿みたいな場所では神様を降ろし穢れや不浄を払う、そんな意味合いがあって白の衣装で揃えたのは皆さん神事を司るという意味でもぴったりだななんて思ってしまいました。今回はね、あの伴奏メンバーはちょっと軽くアースカラーということでベージュっぽい感じの色にして、私はたまちゃんと、ギターのゆえちゃんの形違いのワンピースを着てたんですけれどもね、ちょっとずつお揃いの子もいたりとかしてね、すごく探すの楽しかったんですけどね、もう本当寒い印象ばかりを残してしまった、とてもね、あの衣装さんはクビです、もう二度とあの衣装さん使うことはないでしょうね。今井あさみさんって言うんですけどね。あ、お父さんネタもう一個、ネタでもない、お父さん話もう一つ、ハンドルネーム M 里さんです。突然なのですが、実は僕は今回のライブは参加しないつもりでいたんです。というのも、あら、10月にお父さんが脳出血で倒れてしまったんです、父親が、ということで、幸い大事には至らなかったのですが、ちょっといろいろ少し障害なども残ってしまって長期入院をすることになってしまいました。いつも強気で決して弱音を吐いたりしなかった父が病院生活が辛いと泣き言をこぼしているのを見て、僕は平日は仕事の終わり時間が遅くて面会が無理なので、その代わり土日は毎日面会に行こうと決めました。
オンエアのチケットは先行で当たって手元にあったのですが、今年は仕方がないなと諦めていました。ところがライブ前日の土曜日に面会に行った時に、突然父が明日ライブなんだってと聞いてきました。僕がいや面会に来るよと伝えると、俺のことは大丈夫だからたまにはやりたいことをしてこいと強い口調で言われてしまいました。うん、父を心配していた僕がいつの間にか父に心配をかけてしまっていたんだと申し訳なくなり、父はいくつになっても父親で子供のことを気にかけてくれているんだなとちょっと嬉しくもなった出来事でした。と、いやちょっと泣ける、やばい、涙腺弱いな最近。お父さん、そっか、ありがとう。じゃあ実際来てくれたんだね。父のおかげでライブにも参加できたので、次の面会に行ったらこのライブの土産話をしようと思っています。大谷資料館が本当に寒かったこと。そうだね。演奏も歌声もあの空洞に響き渡って素敵だったこと、力強くも神秘的に歌うミンゴスがかっこよくて、とちったりぶっちゃけたりするミンゴスが可愛すぎたこと。そうなんです、セットリスト間違えたんです。決め顔でジェリーフィッシュって言ったら違うよって言われたんです、どうも。そしてみんなで合唱したり手拍子したりと一体となったこのライブがとても楽しかったことなど、たくさん話してこようと思います。いやミンゴス、そしてブラスエガールズメンバーの皆様、本当に楽しい時間ありがとうございました。寒い中でのステージでしたし、この後もセブンスライブなどイベントは続くと思いますので、お体にも十分気をつけてくださいね。僕は12月のセブンス東京公演のチケットも当選したので、父さんの様子を見ながら参加できるのなら参加してみたいなと思っています、といただきました。お父さん、もうどうしよう、泣ける、嬉しいよ。いやーねー、やっぱり、そっか、お父さん知ってくれてたんだね、ライブがあって行くの楽しみにしてるっていうのね、嬉しいです。もうだからもう絶対ね、いいライブにしようと思って頑張ってましたけれども、そうやって寒かった以外のところはとても満足していただけたみたいで、本当に本当に良かったです。また次どんなところになるのかっていうのは、浜田さんとディスクガレージの高田さん次第ということにはなってくるかとは思うんですけれどもね、お二人が本当にアグレッシブな方なので、お二人がねすごくね軽い軽妙なトークをしながら、次はこんなところでやりましょうか、うははは、って言ってるのがですねリアルになるので、まあお二人についていこうかなというふうには私も思ってますので、皆さんもぜひですね、変わった会場だなと思われたところであるライブはかなりレアなライブになることは間違いないということが、沖縄と今回の大谷資料館で栃木のライブで証明できたかと思いますので、またありましたら足を運んでいただきたいと思います。そして東京のライブ、大阪、そして仙台と北九州と回るツアーの方もですね、もしまだ迷ってらっしゃる方いらっしゃったら、一般販売の方もされておりますのでね、遊びに来ていただきたいと思ってます。ぜひお友達でね、ちょっと今井さんに興味があるんだなんて方いらっしゃったらですね、ぜひ皆さんのお力を借りてチケットこんなんありますぜというふうに言っていただければ嬉しいなと思って、ご家族お誘い合わせの上、ご家族で来てもそんなに辛くないライブだとは思いますので、ちょっと今回は座りじゃないのでね、あれなんですけれども、皆さんで来ていただければと思っております。いいライブを必ずや、お届けできるように、魂込めて命をかけてお届けしていきたいと心に誓っておりますので、ぜひこれからも応援してください。というわけでちょっと長くなりましたけれども、ミンゴスだよお便りコーナーでした。すいません、ティッシュいただけますか。原由美のファーストアルバム Place of My Life が2013年12月25日に発売されます。シングル未発売曲1曲、アルバム用の新曲3曲を含む全13曲を収録しています。ボーナストラックには花火ソロバージョンを収録。ブルーレイ付き数量限定版、 DVD 付き版には Place of My Life ミュージックビデオも収録されています。皆さんぜひ聴いてみてくださいね。ウェブラジオ今井麻美の SSG 初の音楽 CD がついに完成。
オープニングテーマスパークルからライブの定番曲ストラグル、リスナーの皆さんと作った宝物など全6曲を集めた珠玉の1枚です。初回生産版はゲッターズ飯田さんが私を占うトーク CD 付き、豪華ボックス仕様&会員証付きの今井あさみの SSG シンガーソングステージ発売中です。会員ナンバー5番、ミンゴスからのお知らせでした。次どこでしょうね。その見に来てくれた知り合いは次は南の島でって言ってたんですけどもね。ただやっぱ洞窟縛りの方がいいんですかね。どうなんでしょうか。もう完全に洞窟ライブ声優って言われるようになっちゃいますけどもね。なかなかいないでしょうね、声優さんで洞窟のライブ年に1回やってる人って。声優さんでなくてもあんまりないですかね。面白いなと思ってね。いやでもこう自然の力を借りて私のまだ発見していない部分を引き出してくれるという意味ではいろんなところで歌ってみたいなと本当に思います。どうしよう、そのうちスカイダイビングしながらとか言われたら無理無理、お客さんもみたいな、ね、歌えるのかみたいなね。はい、というわけでですね、そんな私が魂を込めて歌っている CD なんですけれども、この雲の果てついに発売されました。ブルーレイ付き版、そして DVD 付き版、通常版の3種類ご用意しております。中の映像の方もですね、本当にかなりいろんなものを私削って、収録をしております。結構写真とか映像とか撮られるのはこんだけやっててもまだまだ苦手だったりするんですが、それでも本当に根性を据えて全てのこう自分の感覚を発揮できるように頑張って収録とかもしているので、もしよかったらたっぷり見ていただければ嬉しいなと思っています。見ても聞いても楽しめるものをこれからも作っていきたいなというふうに思います。そしてセブンスソロライブ、12月14日土曜日ゼップダイバーシティ東京、12月29日日曜日の大阪ビッグキャット、1月26日日曜日の仙台連鎖、2月1日土曜日、2月2日日曜日の北九州あるあるシティということでね、仙台と福岡北九州の一般販売は本日からとなっておりますので、今回割とどの会場も一般販売を少し多めに撮らせていただいているんです。なので外れたよなんて方もねいらっしゃるとは思うんですけれども、一般販売でも多くの方に来ていただきたいなという意味も込めまして、開放しておりますので、もしよかったらチケット購入して遊びに来てほしいと本当に心から思っています。絶対に損はさせないようにしたいと思います。あと、セットリストはもう間違えません。どうも。番組では皆さんからのメールを募集しております。ふつおたぎておたなど各コーナー宛てに送ってくださいね。宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから、題名に各コーナータイトルを、本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね。次回の配信は2013年12月14日土曜日。ソロライブ東京のもう当日みたいですよ次回。どうしようどうしよう、心の準備ができてない。ひえー、というわけでまだ来てほしくないけど、また来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今井あさみでした。なんかいつもライブ前はこんな感じだ。